こんにちは。さて今日はですね、はい、ちょっといない時あったろう、うん、あのナンバーという雑誌があるじゃない。お、はいはいはい、そのタイアップ企画で宇賀、はい、さんという編集長が来てくれたのね、うん、はい、その人のベストナインだとか、はい、そういうこうコラボ系の動画を撮ってきたわけよ。俺楽しそうなの。いや楽しかった楽しかった。いいの。あとティモンディというお笑い2人組がいて、はいはい、もういろんな話をしてきたんだけど、うん、すごい楽しい動画になってると思うから、はい、ちょっと見てよ。あ、わかりました、はい、ちょっとどうぞご覧ください、はい、さあ、宇賀さんがね、はい、せっかく来ていただいてるんで、はい、宇賀さんのベストナインをちょっと知りたいなという、はい、ありがとうございます。専門誌みたいなもんですけど、はい、いやいやいや、まあ、スポーツ総合誌で40年やってきてまして、いろんな選び方があるんで、はい、ここはちょっ と、ナンバーで表紙になっている方限定で、はい、でそれで、まあ、いろいろいらっしゃるんですけど、その中でも、はい、まあ、ちょっと厳選して選ばせていただきましたので、はい、それ行く前に、はい、先ほどベストナインティモンディさんの見ましたよね、はいはい、感想はどうですか。いやー、本当素晴らしいなと思うんですけども、外国人選手が2人入ってるのもなんか結構通だなって、ね、ね、まあ、そうですよね。あと飛ばす人たちが好きなんだなって思いました。まあ、もう球の速い選手とか、はい、たくさん飛ばす選手みたいな、やっぱちっちゃい頃の子供から見るとやっぱ分かりやすい凄さみたいなところありますね、はい、そうですね、まあ、この模様はジェイコムさんのチャンネルで見れますのでね、はい、楽しんでもらいたいと思うんですけども、じゃあ早速、はい、宇賀さんにベストナインを、はい、まあ、ピッチャーからいきますか。はい、ピッチャーですね、はい、ピッチャーはこの江夏豊さんですね。江夏さんね、やっぱりナンバーは江夏の21球から始まったんです。で、江夏21球というノンフィクションから始まって、はい、やっぱり江夏さんは先発でもリリーフでも活躍された、はい、まあ、この人を除いてはプロ野球語れないそんな存在なので。宇賀さんちょっといいですか。え、これうちの先輩が映ってる斉藤明夫さんの顔を思いっきり隠してて、まあまあまあちょっと映してあげてもらいたいなっていう。明夫さんも素晴らしいリリーフ投手ね。太陽の、はい、ピッチャーといえば斉藤さんだった時代がありました。はい、エナスさんでいいですね。はい、エナスさん。いや、斉藤さんじゃないですね。エナスさん、はい、これはね、エナスさんが平松さんに話を聞いたんですけど、はい、平松正さん、はい、たまたま上がりで見てたらしいんですよ、はい、横から、でエナスさんが7回からリリーフ出てきて、はい、もう本当にワンバウンドするって思うとこから伸びていってた、うん、平松さんがエナスには勝てなかったというぐらいですよ。素晴らしいですね。ちょっと見てみたかった、ね、いや本当にすごかったらしいですよ、はい、で球の回転が素晴らしくて、はい、今2500、2400、2500球の回転があればすごいって言われてるでしょ、うん、それが平松さんが言うには2600はあったんだ、またね、分かんないから大げさに年取るとまあこれはしょうがないんですけど、いやいやいや、でもそのぐらいのインパクトがあったらしいですよ、江夏、ね、さん、ね、僕らも本当親の世代とかが本当に江夏さんすごい時代で、見本にしろって親から言われるような選手だったもんね。コーチからビデオ、はい、江夏の21球、はい、スクイズを外すやつを見ました、はい、あ、そうですか、外すやつね、めちゃくちゃ、ああいうの見てすごいなと思うよね。あの時はなんかこうテクニックでもう、はい、もう晩年ですもんね。そうですね、もう最後、ね、まあ、79年 でも本当に若い時早かった、はい、ですよね。それ見たかったですね。いや、僕も見たかった。僕一回だけね、オールスターで当たってるんですよ。はい、で、あ、江夏さんだと思って、1球目打てないんですよ。もったいなくて。おやっぱりね、球見たいから。そうですね。で、こう見てたら、ものすごいね、顔に似合わず、はい、品のいいボールが来ましたね。まあ、別に顔が品が悪いんじゃないんですけど、ちょっとね、ものすごい品が良かったです、回転も、はい、だから平松さんの話が、はい、なんかイコールになる、そういう感じを受けました、はい、それで結果はどうですか。結果センターライナーだった。ちゃんとした、ちゃんとしたさすが、さすが、いや、そこはね、三振でも良かった微妙な感じの結果でした。微妙だった、はい、はい、じゃあ次キャッチャー、はい、キャッチャーはですね、はい、伊藤勤さんですね。やっぱり日本一西武何度もなってますけれども、日本シリーズといえば伊藤勤のこの最後の、
飼ってるシーン、あの抱き合ってるシーン、みんなが覚えている伊藤さんです、ね、はい、はい、どうですか。いや、まあまあまあ、いや伊藤もいいキャッチャーだったんですよね、はいはい、ただ僕は日本シリーズ出てないんで対戦することがあんまりなかったんですよ。確かにそうですね。だからあんまり印象的には、はい、やっぱ古田であったり種重であったりとか、そ う,、ね、はい、まあ、そういうところに行っちゃうんですよね。確かにそうかもしれないですね。古田さんも谷繁さんも表紙になっているので、はい、まあその日本一の数でちょっと選ばせていただいたんです。何回ぐらいですかね。何回でしたっけ。 7,8 回ですか。そんなになってましたっけ。僕ちょっとすぐ出てこない。いや本当に監督としても日本一になってますしね、はい、伊藤さん、伊藤はあんまもう記憶にはないですか。どちらかというと監督さんでやられてるイメージが強いですね、はい、すごい監督だなと。でもヤクルトとやった時に日本シリーズ、はい、西武が勝った時に、はい、伊藤が言った言葉が古田に勝ったぞって言ったんですよ。やっぱ意識があったんですね。すごい面白いですね。面白い話ですね。もうどんどん出てきますね、はい、これがね。まあまあはい、わかりました。伊藤で、はいはい、次ファースト。次ファーストはちょっと、無冠の帝王ですね、清原和博さん。日本のプロ野球を語る上では欠かせないスター選手だと思います。そうですね、もう、はい、PL 学園時代から、ずっと、はい。僕らの存じ上げてる清原さんとだいぶちょっと。だいぶ違う。違います。これ若い時ですね。87年なんで。87年。今こんななっちゃってる。はい、だいぶ違う若い清原さんなんですけども、はい、ナンバー MVP っていうのを第5回っていうのを取られてまして、この年に先ほどのあの、表紙にした優勝されて、まだ試合が決まってないのに泣いちゃったシーンが皆さんが覚えてるんですけども、巨人に勝ったと、はい、まあ、ドラフトで指名されてない巨人に勝ったということでですね、試合ゲームセット前に泣いてしまうこのシーンがすごい印象に残ってるんですけども、この年の清原さんの表紙をちょっと今日は持ってきました、はい、僕一緒に自主トレやってたんですよ。そうなんですね。へで、ティーバッティングその年の1球目投げるじゃないですか。で、僕から先輩だからこう打つでしょ。で、はい、木を打てよってこうやって1球投げたら空振りするの。お前マジかって言ったら、僕ね、その年の1球目って絶対空振りするんですよっていうの。それがすごい印象的で、で2年連続でやったんですけど、はい、次の年も空振りから入りました。なんかジンクス、いやジンクスやる、なんかね感覚合わないらしいですよ。だから空振りするらしい。面白いですね。いや面白い。シーズン中はあんだけ打つのに、はい、最初やっぱ合わせないってそんな感じなんですかね。だからまあ空振りから入るとね、はいはい、そうですね、不思議な、まあそんな、はい、まあ次いきますか。面白いエピソード。いやエピソードですね。聞いたことないですから。そんないやいや本当に空振りから入る、ね、はい、はあ、でもすごく詩人でね、うん、この子は言葉がすごく巧みというか、うん、そうですね、はい、なんかヒーローインタビューもすごく記事にしやすかったでしょ。あ、そうですね、面白かったです ね, ね、まあ、それも含めてですよね。はい、そうですね、それはすごい、はい、次じゃあセカンドいきましょう。セカンドはやっぱり待ってましたですけど、はい、菊池涼介選手ですね。このところの、毎年、広島カープ特集をさせていただいてるんですけども、この田中、それ忖度じゃない、ね、いやいやいや、それないです。それはもうなんか実は二塁手の方が表紙になることはちょっと少なくてですね。すみません。まあ、この田中丸以前はやっぱりスーパーカートリオがいたわけですけれども、その続くあの代名詞を語る、代名詞となるような、うん、あの3人ですね。で、はい、お母さんは、はい、今おいくつですか。僕は40、今年で9ですね。はい、じゃあ結構歴長いですよね。歴は長いですね。だからスーパーカトリオが好きですね。歴長くて菊池を選ぶ。いやいやまだ現役で仕事されてますよね。いやいやそうそうですね。で、まあ、スーパーカトリオなんとなく見えてきましたね。まあでも素晴らしい選手ですよね。はい、でもオリンピックのこと考えると、はい、菊池が残ってくれてよかったですよね。そうですね、確かに。あの守備はやっぱり日本を助けますもん。バッティングもでもホームラン打ったりしますからね。良くなってきましたね、今年また。そうですね。そういう意味でも、まあ、めちゃくちゃスター選手ですね、今。はい。まあ、菊池ね。はい。はい、じゃあ、サード。サードは、はい、筒香選手ですね。ああ、なるほど。やっぱりこの、あの。無理やり持ってきましたね。いやいや、まあ、我々が外野にしちゃったんですけど、ね。いやいや、そうですね。ちょっとまあ、サード。サードも、やっぱり、昔はやっぱり長嶋さんがサード、うん、代名詞でしたけれども、はい、やはりここでちょっと、今年メジャーに行ったばかりということで、うん、去年のキャプテンシーなんていうのを見たり聞いたりするとすごいものがあるということで、やっぱりそういった力も加味して筒香選手を選ばせていただきました。なるほど、
すごいサードやらしてたんですよ、はい、僕がヘッドコーチで行った、はい、あそうですか、はい、フライが取れない、いやマジでだからナイター終わってお客さん全部出るまで待ってて、それからフライ打ち上げて取る練習ですよ、それシーズン中してたんですか。だからナイターってすごく難しいんですよフライ。あで横浜スタジアムって風がこう帰ってくるから、はい、外野に行かしたら取れるんですけど、内野のフライ取れなかった最初。そんな違いがあるんですか。へえ。だからそこを思い出しますよね。サードだったら、ね、レフトだったら別にあれだけど、そうやってやった思い出が今蘇る、はい。あ、そうです。バッティングはね天才的だったです。そうですね。はい、いやシーズン中にそういう練習もされてたんですね。やってたいです。うわすごいですね。前に戦いながらさらに技術高めるってすごい話よね。いやでもシーズン中だからそれ早く返してよみたいなそんな感じがありましたけどね。すごいですね、はい、次はショート、はい、ショートですね。ショートは松井和夫選手ですね。メジャーにも行った、まあ、日本を代表するあの打って走れて守れる、もう3拍子も5拍子もスイッチヒッターですね。もうこの人も西武の90年代をすごく支えた選手でしたので、はい、選ばせていただきました、ね、松井和夫が2003あのオリンピック予選の時にね、はい、1番バッターで打席に立ってデッドボール食らったの。あいつ積極的なバッターだけどあんまり振らなかったの、はい、でうずくまったから僕サードコーチャーやってて行ったんですよ。和夫大丈夫かって言ったら豊さん良かったですって言うから何が良かったのって言ったらデッドボールで良かったって。なんでって言ったらバットが出てこないですって緊張して、初めて地に足がついてないことを知ったって。へー、緊張するんですね。緊張してた、ガチガチに。あんな大スターでも大スターでも緊張するもんなんです ね。だからそこが思い出されますよ。すごい。でも今その映像を見て緊張してるんだなってちょっと見たいですけど ね。見返したいです、ね、いやいや見てほしいぐらい。そうですね。あ、松井選手はもうそれこそスター選手ですから、それこそゲームもそうですし、みんなが真似する選手ですね、はいはい、松井っていうと本当どっちかなってこのぐらい僕らはもう、なるほどね、はい、なんか爽やかな感じもしたでしょそうですね、はい、松井和夫ってイケメンの爽やかかっこいいっていう感じしましたしね、すべてを兼ね備えてる選手の一人だったことなんですね。はい、素晴らしい。だって肩もめちゃくちゃ強いんだから、はい、150キロ投げるでしょ、はい、松井和夫も投げれたから、うん、そうなんですね。高校の時ピッチャーですよね、PL で、そうですね、そうですね、150くらい出るぐらい出るぐらい強さです。だってショートで思いっきり腕振ったらどこに行くか分からないっていうぐらい強かった、だからいつも加減して投げる、加減してあの肩の強さだったんです。へー、すごい話聞きますね。で足は速い、体は強い、スイッチね、何でもできたし、はい、すごいですね。めっちゃ器用ですし ね。でもパワーバッターでもある、羨ましかった。いや、佐々木さんだってすごかったですか、はい、いや僕ですか、僕は小さいだけだし、テケ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 って走ってたんだけど、すごい。はい、次外野手、外野手は3人ですね、はい、松井秀喜選手、新庄剛志選手、うん、そしてやっぱり外せない一郎選手、この3人ですね。はい、どうでしょうか。いやいや、どうでしょうかっていうのはもう納得ですよね。はい、松井秀喜さんというのは知ってるでしょ。いやもう知ってるっていうか、まあ、見てるでしょ。はい、もう巨人世代的にから、はい、見てますね。でも、もうメジャー行く寸前だったのかな。そう、あ、でも4番をずっと打ってるところのイメージでありますね。でも本当巨人のあの時代を築いていったも大バッターの一人っていう。勝負強かったですよね。いやもうすごかったですね。でも紳士ですよね、まあ、そうですね、もうめちゃめちゃ紳士です ね。はい、本当にもうこうならずに、もう吉野さん、松井さん、清原さんの時代のそれこそ日本で代表するホームランバッター、はい、どの打球も見たことないところまで飛ばすんで、はい、見ててこう勇気をもらえる、はい、ビタミンバッターですね僕がね、もう晩年辞める年1年前か、その時ファーストを守ってて、松井秀喜がこう打席に立つと超怖いなっていう感じがしましたもん。こいつどんな打球打ってくるんだろうって、引っ張ってきたら余計怖い球がするね。でドライブしてくるでしょ。そうですね、だからその印象はあります。そんな恐怖心があるんだよね。だって高校出たてですよ、はいはい、それで恐怖を覚えるっていうことまずないじゃないですか、はい、ないですね。でも松井には感じました。じゃあ新庄、新庄さんはやっぱり花ですかね。面白い
面白いって言い方あれですけど、もうとにかくファンを熱狂させて、新庄劇場、やっぱりスター性で選んだ外野手ですね、はい。でまあ、賛否両論ありますよね、はい、そうですね、プロなんだからもっとっととか、はいはいはい、でもその当時子供だったでしょ、はい、ああいうエンターテインメンさはどうだったの、いやどう見てたの、まあ、僕らは、まあ、日ハムの時 の、 あの時代だったんですけど、みんなそれこそあの時タイム内野がかけると、うん、外野でひちょりさんと集まっ稲葉さんが集まっ、ね、センターに集まってグラブを頭に乗っけて話すっていうのみんなやってたよね、真似もしたし、こう演出が楽しいから、かっこよかったよね、はい、もっとやってくれっていうのはもう子供ながら持ってました、ね、やっぱああいうのに子供は引きつけられたりだとか、うん、そうですね、心を揺さぶられるというね、野球がエンターテインメントとして見れたというか、まあ、ヒーローショーを見てるみたいな感じはしましたね、あの時は、ね、はい、で1位やっぱりですね、これはいや選ばれないのがおかしいなっていう感じですよね、そうですね、もう、はい、そうですね、どうですか一郎は、もうでも逆に僕らそんなあのオリックス時代の あんまり存じ上げなくて、メジャーに行ってからそこでここのオリックス時代のプレーされている、まあ、映像では見るんですけど、当時そのプレーしてるのっていうのはもう記憶で言うと本当にもう、まあ、メジャーでもう一郎鈴木って言われてるあのスタープレイヤーの姿だったんで、逆に見たかったなってなるよね、幻想のプレーを国内でやってるところで、ね、僕ら一度もお会いしてないんで、はい、プレーを一度でいいか見たかったっていうのはありますね、もうどんな逆境もこう乗り越える、はい、侍魂で、はいはい、これ日本の誇りなんで、イチローが200本打つ年前の年にベイサーズでホットモットスタジアム、はい、でグリーンスタジアム、グリーンスタジアムね、はい、その時サード守ってて、イチローが出てきて三塁打打ってきた、うん、でお前試合に出てないのとか言ってたら、はい、まあ、出たり出なかったりとか言って、まあ、いいバッティングしてんなとか言って偉そうに言ったのその年200本打って結局4000本打ってるっていらんこと言わんかったから先輩稼ぐからお前いいバッティングしてんなとか言ってお前出たら打てるよみたいななんだよって軽く抜かれて行きましたからね、いやでもそういう現役時代を僕ら知らないからすごいね、話よね、もっと聞きたい、僕らの話はいいからもっと話してほしい、で DH も選んでくれた、ね、あ、DH も選びました、はい、DH はあの大谷翔平選手ですねもう DH もできればこれはちょっとあれですねプラスワンでですね、ちょっとおまけで、なるほど、ね、はい、どんな数字を残すか楽しみでしょう、そうっす、夢がいっぱい詰まった選手の一人ですよ ね、 そうですね、子供たちが本当、まあ、大谷翔平選手を見て野球もっと頑張ろうとか、これをきっかけに野球始めるみたいなこと多分多いと思うんですよ、ね、いや、はい、ですよ、でも二刀流やっときゃよかったでしょ、あ、そうですね。そうでしょ、はい。好きそうですもんね。本当に漫画の世界のキャラクターが出てきたみたいな。僕はまだ信じれないですね。いるかどうか。いやいや、なるほど、実際見ないとね。そうです、本当に時代を変えてくれるようなね、選手が現れたということですね。素晴らしいですね。どうですか、出揃いましたけど。いやもう僕らはもう本当スター選手もそうですし、な、逆にその現役時代本当見たかったなっていうような選手多かったね。でも高木さんのお話でまたちょっとこう見方も変わってきますし、でも全てに通じて言えるのがやっぱみんなに勇気をこう野球を通じて伝えてる方なんで、本当みんなスーパースターですね。そうですね、夢がありますね。サラリーマンの人でもこんだけ同じ年で頑張ってんだから頑張ろうと思えるような人とか含めてなんか勇気をもらえるよね、うん、はい、はい、以上ですね、ナンバー岡さんが選んだベストナインでした、はい、ありがとうございました、はい、ということで、はい、なんかいつもとまた違う豊かさんで楽しそうに、そうでしょ、うん、ナンバーのタイアップ企画のベストナイン、はい、岡さん詳しいでしょ、やっぱ、いや、そうです ね、 ね、うん、だからなんかこう非常にコアなところから来てるというかさ、うんうん、まあ、そんな感じが したよね。いや、しましたしました、さすが編集長ね、はい、で、ティモンズも野球結構知ってるでしょ、うん、でしょ、いや野球やってたからね、あいつら、まあ、そうですよね、あいつら150キロなんだから、でかいやつなんすごいですね、高木ちゃんが、はい、いや、すごいよ、本当にそうですよ ね、 ね、うん、でも12球団を、はい、まあ、ジェイコムさんが中継してるからね、うん、あ、生中継で生中継してるから、すごい、
うん、そういうところも見てほしいし、うんうんうん、JCOM の方でも企画を出してるので、はい、概要欄に貼ってるんで、うんうん、見てほしいと思います。わかりました、はいはい、ぜひ皆さんチェックしてください、はい。